韓国のジョカオリ国家情報委員長は28日、マイク・ポンペオコメ国務長官の北朝鮮訪問取り消し理由について、北朝鮮の先終戦宣言採択要求と米国の先費格化宣言の立場が衝突したためいけなかったと把握していると述べた。ジョ委員長はこの日、国会で非公開で行われた情報委員会全体会議に出席し、 こう明かしたという。情報委員与野党幹事であるキム・ミンギもに民主党、ユン・ジェ自由韓国党議員が伝えた。北関山石炭搬入問題に関しては、昨年10月に認知し、その後、国家母室に報告したと伝えた。また、南北連絡事務所設置については、国連制裁事項ではないと判断すると話した。